ジュール調印式を行います。うちの親父が勝手に決めにしやがってよ、バカじゃない。うちはお前とタダでやってくれねえんだよ。お前の顔がうちから逃げてきたんだと。本当にうちがやりたいなら、この赤いルートファミでやりたいんだったら、その正義として今ここで動き出しよう。やらなきゃ、うちの会にしない。あったいやだ。じゃあ、なんとなっちゃう、マジいいんだな。Yeah!
ボールしたボールしたメインイベント、サーダの5年目、ハイルキ同士の赤いブリッド戦、ワールドオブサーダの正式試合、30分一方勝負を行います。白いベルトの王子、大江戸隊の若者、悪の女優魂、安川アスレート。赤コーナー第4代ワールドブッシャーズのチャンピオン、160cm80kg、スターダムの女番長、よし Oh!
Thank you.
ろんな思いがあると思います。私たちも今そこについていろんなことを呼びました。あずきもよしこもぶら下げるんだ。よしこれが俺もぶら下げた。皆さん完全燃焼、そういう思いをさせてしまって同じ団体の人間として申し訳なく思います。すいませんでした。今日はとにかく大変な思いをしたと思います。必ずそのお詫びを次回もしくはその次確実に払拭させるようなプロレス毎月お送りしていくことを約束しますので、スターダムから見放さないでほしいと思います。今日は私とコグマは正々堂々プロレスができたと思ってる。だから今日は変わってメインに変わってコグマが締めてくれればいいのかなって思います。